10年ぐらい前の話なんですけど、はいあの、ちょっと仕事の方でめちゃくちゃ忙しい仕事を振られて、メンタルやられてた時あって、うん、<laughs> その時にあに、すごい金縛りに悩まされてた時期があったんですよ <laughs> お<う>。じゃその話をちょっとしてみようかなと。はいはい。であの ある日、あのうその仕事で疲れて帰ってきて、うん、で夜寝るじゃないですか、はい、したら、あのこう横向き、あ仰向けから左側にこう横に倒れてる感じで寝てたんですよ、うん、横になって、はい、寝ようとしてたんですけど、うん、そしたら、そこであのものすごい耳鳴りがして、な、うん何だろうと思ってたらそう、体が動かなくなって。うん これ、金縛りだと人生初の金縛りにかかったぞとちょっとテンション上がってるんですね、テンション上がったんですかかった瞬間はやっぱ、やべこれ、金縛りだって言って初めてかかったわからんでもないですけどそう、なったんですけどやっぱ、で、テンション上がってふと冷静になってやべ悲金縛りだ、怖どうしようってなってで 僕はあのー、基本、怖がりな人間なんで、うん、部屋の中で何か見たら嫌だなと思って、うん、絶対目を開けないでおこうと思ってたんですけどそれで、あのー、横にさっき言った横になった状態でこう布団もその上にバッかぶってる状態で寝てたんですね、はい、そしたら布団が背中の方にずるずるずるって動いていくんですよ。ほう <laughs> 動いてってななんだこれなんだこれって思ってたらこうそのまま布団全部剥がされたんですよ。<う>布団全部剥がされてうわ布団剥がされた何何と思ってて、うん、でちょっと経ったら体の自由が戻ってきて、うん、動くようになったでも何かいたらやだなと思ってちょっと目開けないでいたんですけど、うん、恐る恐る目開けたら何もいなくて、うんうん、まあ何にもいないなって自分の状態を確認したらやっぱちゃんと布団剥がれてるんですよ。うん えー、この縛りのとあ時に剥がされたのと思って、うん、でそんなことがあったからじゃもう今度あのちゃんと何て言うんですかねこう同じ体勢で横になる時、えー、同じ体勢でえまた寝ようとしたんですがその時にあのただ上から布団をかぶるんじゃなくてこう布団を巻き込むようにして寝るって言ったら分かりますかねそういう感じにしてちょっとぐっと力を込める感じで巻き布団を巻き込んで またた寝ようとしたんです、うん、そしたらまた耳鳴りがし始めて、うん、<laughs> その日2回目の金縛りになったんですよ <laughs> ほ<う>。ほ一 <laughs> 日で金縛り2回目に来てやばいこれって思ってたら、うん、さっき言ったように力をこう込,め込めるようにして布団を巻,き巻いてたんですけどそれでも布団が後ろにずる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 って引っ張られるんですよ。うん、で <laughs> ゆっくり布団が後ろに引っ張られてって布団が全部剥が,す剥がれたらまた金縛りが解けてみたいなことがあって、うん、でこれがあの <laughs> 終わったらそうでまたさっきと同じように、ま、周りを見ても誰もいない、うん、みたいなそんな金縛りがあったんですけど、うん、その金縛りの体験をしてから半年くらいの間でしばらく定期的に金縛りになってたんですよ <laughs>。<laughs> 最初はもうほんと「金縛りだすげえ」ってなってましたけど、うん、そうなってくるとだんだん「あ今日も金縛りだ」みたいになっていくわけだから、うん、<laughs> だん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 、うん、で布団を引っ張られるみたいなことはその最初のだけだったんですけど、うん、時折なんかあの仰向けで寝てるとその顔のところになんか息吹きかけられるみたいな、うん。 のとか風が来たみ、来るみたいな感じです。<う>だけど、窓も閉まってるし、うん、その扇風機も回ってないですし、うん、っていう状態で、風が起こるものがないのに、か顔にふわって風が、だから、なんだ、なんだって、なんか息吹きかけられたのかとか思ってたんですけど<う>、っていうようなことがあったりとか、うん、で頻繁にあったんですよ。うん、でそれもなんか 後々で気づいたんですけど、その金縛りがなんか、雨が降った時の、しかも強い雨が降った時になりやすいみたいなのがあったんですね、<う>その時は。だもんで、寝る前に雨がザーってすごく降ってると、ああ、きも金縛り来るのかなと思ったら案の定来るみたいな、うんで。そんな生活をしばらくしてまして。うん、で、また、 まあもう金縛りに悩まされた最,もうわ最後の方ですよね、最後ののまで、あまあ、雨が降ってて、今日も金縛りなのかなと思ったら、まあ、また金縛りが来まして、うん、で、その時仰向けで寝てたんですね、そ、うん、したら、あの布団のああ、左の足首のあたりの布団がぐって沈む感じがしたんです。はい 誰かが乗っかったみたいな感じでぐっと沈む感じがしてあれと思って <laughs> 誰もいるわけがないですしそうだもうそんな状態でそこが沈むなんていうのはなんだこれはと思ってたら今度はあの太ももの内側のあたりがぐっとまた沈んでで今度左脇腹のあたりがぐっと沈んだんですよ布団が。 誰か登ってきてるっていう感じが <laughs> <laughs> した,した <laughs> わ、わ、わろてる <laughs> いやもう <laughs> <laughs> めっちゃ怖かったんですよ <laughs> この時本当 <laughs> 笑。ト笑うしかないやつね <laughs> そうそう登ってきてる感じがして <laughs>、はあうん、ででもやっぱり目を開けない絶対目を開けないでおこうって思ってて。うん、思ってたら 仰向けで寝てるあの僕の顔の前にものすごい強烈な気配を感じるわけですよ。何、はあ、だろう、なんかいる、絶対なんかいるって思ってたんですけど、はあ、そしたら僕の口の中に向かってなんか風がふわーって、フわーって吹いてくるんですよ。はあ、<laughs> え、これなんだ幽霊に キスされてるのかと <laughs> いや、まあ、キスされたとってなんで息吹き込まれるのわかんないですけど <laughs> でも口の中に向かってわーわーってなんか息が吹きかけられてるような感じになって、うん、なんていうのがあって、うん、でしばらーくしたらそれその上に乗っかってる感じがふっと消えて、うん、でそれでまた体の自由が解けて。うん で、まあ、しばらくしてから目開けたら誰もいない、うん、みたいな状態まあ、そのまたいつも通りですよねで、うん、まあいつもまあ、今日はやられたことはきつかったけどいつも通りのやつだなと、うん、で、思って寝てそのまま寝て、うんうん、で、朝起きた時にあの、布団見たらあの、左足首のとこ最初なんかぐって沈んだって言ったじゃないですか。うんはい そこのところに大きいなんか水の濡れた跡みたいなのがあって、ほ<う>いや、これ、ここが濡れるのおかしくないって言って <laughs> <laughs>、まあ、布団が濡れてるのはもう、恐ろしゅうて恐ろしゅうてね、別のことを考えますけど、まあ、そこだったら違うかなって、そうそう <laughs> あのまさかってそう、その恐怖で粗相していたんだとしたら、もうちょっと上にあるだろうと、そうでしょう、ね、ええ、うん、足首のところにはねえだろうと。うん そうで足首のとこにそうあのほんとこ拳台ぐらいの水の濡れた跡みたいなのがピタッてついてたっていうのがありまして拳台そんなに大きくないですねええそうですねどんぐらいだろうコップ一杯分も全然ないですよねちょっと<ー>ちょっとお,おちょこおちょこぴゃっぐらいかなそうですですかねまあ 普通にもう水みたいな感じ、色がとかはないですよね。ないですね、水で普通に濡れた感じですね。匂いとかはなかったです。なんだろう、これ、とりあえず場所は場所だけど、もしや粗相したのではって、やっぱ匂いは分かるんで。そうですよね、それちょっと思いますよね。まさか。 そう布団が濡れたまさかなるじゃないですか、うん、そうだから一応確認はしたんですけど、うん、そうやっぱそんなこともなくて、うん、でっていうことがあって、うん、でそ,そうしたらその日あのその友達と会う予定があったんですよはい、はい、だから出かけてえー、出かけたんですけど本当なんか、うん、じゃあ都内の友達に会いに行く ので電車に,乗,りに乗っていくっていう話あだったんですよ。うん、電車に乗っていくので駅の階段を降りてたら何にもないところで後ろからなんか押されたような感じがして<う> <laughs> 転んで <laughs>、うん、左足首の靭帯を切りそうになるっていう状態になったっていうのがあったんですよね。それえ何これと思ってあ,だあの金、ー、縛りとなんか関係あるのかなってちょっと思ったんですけど。うん えー、みたいなことがあったっていう話ですね。ほうじゃあそのなんか押されてちょっと危うく怪我しかけたっていうところ以降はそれといって特に何もない感じえっとなんか病気とか怪我をすると左半身に寄ってるんですよね。<laughs> ああ<ー>。だからこれは分かんないです。ほんとただの偶然ともかな 右利き右利きです。あーあー、そうじゃあまあまあ防御するのは左とかか。ああ<ー><う>、ね、どうなのかな。まあでもとっさに右とか、まあ、ちょっとわかんないけど、利き腕右だったらなんか防御するようなのってなんかな,なんかあるよね。ああ<ー>。何利きかでどうこうみたいななんか聞いたことあるけど。ほう。 でもちょっとその左のそのね水っていうのとちょっとそっちに偏ってるっていうのはどうなんでしょうねとうちょっとわかんないですねだそれそうその後はそうあの左足のじ帯やったのとあの僕肺炎やって死にかけたんですけど<え>左の肺がそれでやられてたとか、うん、あと今ちょっと諸事情で左腕が しびれててうまく動かないとか。左う全部？ねえーそ、肘から先ですかね。肘から先。はあ。ガングリオンとかじゃないえ？<laughs> <laughs> <laughs> なんかちょっとこうこぶみたいなななんかできて取らなきゃみたいなのってなかったっけ？ 俺もちょっと怖かった時は<お>俺,俺も手しびれてた時があって右の、はい、ひだ肘それこそ肘から先が手のひらとかこ,こ,こっちの方かなでえなんじゃこりゃって思って見たら長州力さんもガングリオになって取ったみたいな話がしびれてうんぬん出てきたから取、はい、らなきゃいけないみたいなの出てきたからいや多分それではない と思いやあのいえまあ多分思い当たる原因はあるにはあるんですけどうん,んーとあのコロナウイルスのワクチンあるじゃないですか。えふ副作用あれをやった時に。うん 2>, 2回目やったときに、針、うん、刺したときに、左腕全体にしびれる痛みが走って、<laughs> 左腕の筋肉がめっちゃ痙攣したことがあったですよ。あったですかあったんですよ。それ以来そ,そうですね、それ以来ですね。いや、もうなんそれ怖、怖っ <laughs> <laughs>。おいえ、それって、はい、その。 医療機関でワクチン打ってますよ、ね、ええそうですねあ一応会社の方でのやつですけど、はあええ、会社の職域接種ってやつですか <laughs> でやってはいるんですけどえそれってそのあれ以来ずっとこういてんですけどっていうのとかは何も言えずじまいあの それをや、えー、そのワクチンをやりました、で左腕がおかしくなりました、ただその時はそは因果関係が全くつながりが僕の中でなかったんで、うん、なんかやけに左腕がすげえしびれるなと、もう本当、正座した時に足がしびれるみたいな感じですよね。<laughs> 相当じゃないいですかはい みたいな感じであのあの、動かしてるとならないですけど、ちょっと動かないでいるともうしびれて、うん動か、もう足がしびれてるみたいにビリ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 って。えー、そう、っていうことがありまして。<laughs> そう、それで、今なんか、後々僕が調べたときはそう、国が発行してるあのコロナワクチンの注意事項に、うん、あの,その 針を刺した瞬間にしびれる痛みとかが走ったらすぐ医者に言えって書いてあるんですけどいやじゃあ言わなきゃ僕がそのやった時には会社からもらった資料にはそんなん書いてなかったんですよだから2回目のコロナワクチン接種だったんで副反応が強いっていうのしか知らなくてそれ副反応だと思ってたんですよ だからで腕のし,れしびれ副反応みたいなのでしびれるとそれは軽い症状だから病院に来なくても大丈夫ですみたいなのをもうどっかで見たんですよ、うん、だからええー、あのほっときゃ治ると思ってたんですけど彼、うん、これ1年近くしびれてますねいや <laughs> えそれってなんか刺しちゃいけないとこ刺したとかじゃないんですか かかもしなないのかな <laughs> まあ、はい、とと3回目の時にもその職域接種行って「はあ、こういうことはあってます」って言ったんですけど「はあはあ、ああそうですかじゃあどうぞ」って言われて「えなあいいの?」普通にいいんだ」ってもう,ちもうそのそ,そっちの方が怖い。 <laughs> <laughs> いやだちょっと病院い行こうよ <laughs> そうなんですけどね <laughs> ええそうだ<え>行こうとは思ってるんですけど<え>なかなかえ<笑>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 すごいすごいのん,のんきハハハ の,のんきかなしびれこえすよこ,こうなんかそうんそそれでいいんだまあ、いいならいいけどとかでいいのかなどうなんだろうわかんないから <laughs> しびれてたらこえって思うからええー。<laughs> そうなんだま,まあまあとりあえずちょっと そのセカンドオピニオン的なところで言ってもいいんじゃないかなと思いますけどねほったらかしよくない気がするからまあ嫌だっつうんだったらまあ無理には言わないけど <laughs> うんはい、うん、そうっすね、うん、まあ心配しちゃうわよ <laughs> あそうっすかだまあね <laughs>、はい、<laughs> うん まあ、支障を来す可能性大ですからね今後へ、うん、えー、今でもちょっとそのしび痺れてることによってちょっとこの動作的なことが遅れたりとかってあったりするんじゃないかなと思うけどそうっすねなんか変わった感じは <laughs> とにかく鈍い感じはしますけどひと事か <laughs> <え> <laughs> 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 まあねどっかでねそうタイミング合う時痛いんじゃないかなと思いますけどね,ねなかなかそう病院行く時間がな,かなか、ね、あまあ、ね <laughs> <laughs> まあ、まあそうなんだないやいやまあまあちょっと今お,おすすめはし,しときますはいはい,い,やいやありがとうございますはい、はい、<laughs> すいませんでしたいやお,お大事にありがとうございます,ますはいありがとうございますはい父が昔え もうずいぶん前に亡くなったんですけどその頃のことでちょっと母から聞いた話を思い出しまして、うん、はいあのー、というのもえー、っと対岸話の中であの有名なあのお坊さんの方が、うん、あの匂、ー、いでわかるっておっしゃってる話があったじゃありませんか <laughs> 有名な、えーうん、あれを <laughs> あれを聞いた時にああ そ,う思い出しその時にですね、うん、あ,あ母の言ってたことこれかなと思ったっていう話なんです。うん、というのも、うんあのー、父が、まあ、突然倒れたんですけどそれまでに結構長く病気があったりしてそれでも仕事に復帰してぼちぼち、まあ、家がの、まあ、自営業だったんでぼちぼち仕事しながらやってるって聞いてたんですけども、はい、まあ急に。 あの亡くなったって連絡があったんで、まあ、行きましたところ、まあ、ある程度いろいろですね、うんまあ、亡くなった後のいろいろお葬式はないので落ち着いたところで母がポツっと言い出して、うんうん、いや、あのー、父というのがそれが、まあ、朝からあの掃除を外の掃除をしたりとかして、うん、とても元気だったんだそうです。こうあのこのそ,のそれまでの えー、数週間ですね、はい、お掃除もしたりとか自分の仕事をぽちぽち片付けたりとか、うん、そんな感じでただ一つだけ1週間か10日ぐらい倒れるですね前の1週間10日ぐらい前から何かに酔うとうんいう気がして何、ね、か気になって初めは口臭かなとか。うん、うん 体臭がひどくなったのかなって思ってたんだけどその亡くなる数日前ぐらいからものすごく臭うようになったと、はい、それもなんかこうほ、えー、本当に腐ったようなんなんかドブのような、うん、なんかあのそういう匂いがずっとしてたって。はいで お父さんがな亡くなるその数日前ぐらいからお父さんの歩いた跡がもうそんな匂いですぐ分かったってあ,の、うん、ああ今この廊下は歩いてたんだなとか、うん、洗面所使ってたんだなとかいうのがすぐ分かるくらい強い匂いを自分が感じてたって。 時々手伝いに来てくれる人がいたんですけど、うん、その人は何も感じなくてなかったらしくて、うん、なんかあのなんか匂わんねって聞いたらいいいや何も匂いませんねって答えてたってことで、うん、で母は気のせいかな気のせいかなって思ってたけどなんか本当に強い匂いがしてたってで父がまあ倒れて、うん、もうその。 仕事中に倒れて亡くなったんですけども、はい、もうその時にはもう、ね、こと切れてて、うん、でまあ、あの、えーま、なんかそういう、誰も見てない状態で倒れて、えっ、ー、と、まあ、頭部にちょっとぶつかったりした跡があったりしたもんですから、一応、変死扱いで、まあ、解剖もあったんですね。はい、はい それでまあ死因が特定されてまあ全機能不全っていうんですかね、全内臓がもう機能してなかったっていうまあ診断書をもらって、はあ、で母が言うには、もうお父さんはもうほとんど死んでたんじゃないかなって。ほとんんど死んでた、はあ、ええ。 ようこれで生きとったねというような感じの内臓だったらしいんです。もともと内臓の病気ではあったんですけども、はいうん、ほとんど機能してないって言ったらいいですかねこうほら心臓,心臓にしろ他の臓器にしろですね。うん、それぐらいなんかちょっともう、うん、ひどい状態の内臓でしたねというようなことだったらしいんですね。はい、だからあの匂いは自分しかわからんかったけど。うん もしかするとあれが刺繍だったのかもしれんねって言ってポツッとこうまあ仏事なんかの合間に聞いたもんですから、はい、だからあの去年になったことでした,たかあ,のあの方のその怪談話聞いた時にああやっぱりそういう匂いってあるんだなと思いましてね、はあうん、だからあの父の遺体、まあ、死んで数時間以内で自宅に帰って。 これたんですけど、うん、その時もそんな父の遺体から何の匂いもしませんしただ消毒液とですね普通に、うん、まああのー、いわゆる亡くなった方の匂いが少しするぐらい、うん、いわゆるメタンガス系の匂いですね、うんうん、が少しはしましたけども母が言うような匂いなんか一切しなかったんでいやーそんな匂いしなかったでしょうあの遺体をこう。 お父さんの体きれいにするときもって言ったんですけど、うんうん、それがもう亡くなるまでは匂ってたんよって、うん、そんな話聞きましてねだからやっぱり刺繍というかあの、ね <laughs> まあ、本当に亡くなる前のい <laughs> 生きてる間にそういう匂いってすることがあるんだなってなんかそんな話をちょっと思い出しましてはい。<laughs> だからあのかあのお坊さんのおっしゃってたのもまあ本当のにそういうことあるんだなって <laughs>、えー、思った次第です。不思議なんですよね。あはい。ああ<ー>すいません。ええどうぞ。あいや他の人にはなんか匂わなかったらしいので。<laughs> うん。えー、まあでもそういうことですよね。 まあ、そういうことなんだろうと。うん、う普通に、そういう匂いがしているんだったら。ちょっとって、<laughs> まあ、ちょっとなると思うし。あのですね、こう、こう、その間にも、こう、えー。仕事で会った人とか、とは、対面で喋ったりもしてるので。でも、なんか、そういう。まあ、ですね。うん、感じも見えなかったから。 まあ、で仕事を手伝い来てた人もそんなににおわなかったですよって<ー>言うもんだからって <laughs> まあやっぱその本人にはもしねそういった匂いがしててもちょっとまあ言いにくいけど誰かにね <laughs> まあ本当にそういうのがあれば。ありますあります。まあでも言いにくい <laughs> 第三者挟めばねあれなんかちょっとすごいって。 <laughs> ねまあ、ちょっと異,、ね、異質なねおいというか本来人間から発せられるような匂いではないだろうなっていうのは。本当に土ような腐った臭いってそう言ってましたね分からなくてもその部屋の中にいてそんな匂いがあればなんか匂いませんかみたいな話を振られれば。 匂いますねって答えると思うんですよね。まあね、まあ気を使ったのかわかんないけど、ね、<laughs> でも全員が全員まああった方とかも誰も何も言わないわけですよ。自分だけがそういう匂いを感じてるっていうまあそれが近い人間だからというか。はい、うん。うん、まあそれもあそうですね。うん。配偶者だし長年一緒にいたからこそ感じたのかもしれませんね。うん、そういう。 ことなんだろうなっていう気はね、しますけどそうですねでもその、ごめんなさいね、その途中でそのまあ解剖されたっておっしゃってたじゃないですか、あはい、でこの状態でよくぎ生きてたなっていう状態っていうのは、もう機能してないってことなんですか、それともそううん、うん、と、なんて言ったらいいんですけど、あの診断書にはあの、の全臓器機能不全と書いてありましたから、うん、もうあの止まってはいないけど、もギリギリうん。 生きてるのがぎりぎりみたいな状態の内臓だったらしくて全臓器前臓器機能不全って書いてあったと思います、診断書に。なんかそんな感じで書いてあったんで <laughs>、えー、これ何って言ったんですよ。内臓悪いのは知ってたけど、何この全臓って言って <laughs> ぜ全部の臓器の全臓器ですよね、まあ、前臓器、まあ、そういうういことなんでしょうね。<laughs> <laughs> そこまで私もちょっと、うんあの、どこからどこまでの前臓器なのかは突っ込まなかったんですけども、もうお腹開いたら結局、まあ、ほとんど働いてなかったってことで、だから突然、事切れたっていうのも、うん、まあそういうことかななんてですね、<あ>だからギリギリまで働いてたんで、あーー本当にあの脳出血でもなければ、心筋梗塞でもなくということだったらしいです。 はあ全臓器機能不全って調べたら書いてあります。あいや多臓器不全が出てきますね。あ多臓器不全そっちなのかな全臓器じゃなくて。どうなんでしょう。なんかそういうもうなんか私も一度しかその診断書見なかったもんですけただわこれって全部生きてないってことって感じ。た多臓器だったら多くの臓器ってことでしょ。そうですよそっちですよね。でも全臓器がもう全部でしょ。脳も入りますからね脳も。そうだそうだ。 まあでもあでもそえそうう書いいてたんじゃないですかだから、うん、なんとにかくその診断書には、こうほとんどの、なんていうか、こう開けてわかる臓器ってことでしょうね、きっと。だから私がた前提を思い込んでますけど、た臓器かもしれませんね、書いてあったのは。まあでもいやいやそれ、それはちょっとこのその記憶。 忘れちゃってるね僕はそうなんじゃないかなとも何とも <laughs> うん、うん、言えないしいや母との,さあの会話の中でいや全部ダメだったのねみたいなことを繰り返して話したりしてたから<ー>頭の中できこう置き換えちゃったのかもしれませんねそのね書いてあった文字を。うんうんどっちにしろまあ、うん、ことまあなんかこうとにかく全体 昨日が落ちたのでポトッと死んだみたいな感じではいだったんでその前のこの、まあ匂いというのがどんな匂いだったか私はもう分かりませんけどもうん、うん、母だけには何か1週間以上って言ってましたんでねその間じゅうに酔ってて困ったって言ってましたから、まあ、そのまあその間にやること全部終わらせた かったりとかね。いや、<の>まだ生きるつもりだったと思います。そううあ, <laughs> あ、そう。<laughs> えー、もう毎日仕事。朝から外はわきして、中を掃除して、自分の仕事場片付けてって感じで。いつも通りやってましたのでですね。まあ。ね、まあ。羨ましい死に方ですけど。まあ、ね、そうだ。そうだったら、いいなとか思うけど。 死ぬ時はう、ね、も,うもうねぽっくりいきたいなとかって思いますけどおねえだはいらないなと思うんですけどう<ー> <laughs>、まあ、そうなんですけどねでも周りからしたらこう急にポ「うん、え昨日まで?」って悲しいよりも先に「なんで?」っていうのは、ねねうんね、そっちが先にいきますよね。 来ました、来ました。もうあ<ー>あ、この間の電話でちょっと喧嘩したまんまじゃないとか思ったりしてますね,あね。もうちょっと余韻、<laughs> うん、なんかあるよって。ううん、あお父さん、あ頑張ってあ、ありがとうね、今までなんて言いたかったななんてですね。<ー> <laughs> 思いますけど、あ,<ー>あこういうものかなと思いましたね。まあまあそそれがまあまあねわかんないですけど、まあらしいっちゃらしいのかなっていうのも思ってる方もいるのかな。ええええ、<laughs> みんなから羨ましがられてましたね。あまあまあでもちょっとそういう予感。 とかっていうのは、うん、ひょっとしたらそうなのかもしれないですね。そうですね。んんそういう形でこう予兆があったのかもななんてちょっと話したことですね。<laughs> ねありがとうございます。あ、いえいえ、どうも。はい、また。はい、よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。はい、以前にもちょっとちらっと言ったと思うんですけど、うちの母親そのホテルの仲営業してた時があって、うん、でそのうちの一つなんですけど、うん、あの。 昔って、ちょっとあの地域でいろいろ仕事があると、うん、例えば、仲居業でそのおつぼねさんみたいな方がいらっしゃるじゃないですか、はい。でそういう方にあ、あなた、仕事できるからあの気に入ったってなると、そういう方って、何個もその仕事を持ってるんですね、違うホテルでも、うん。でそうすると、ちょっと時間あるかなって、もしあれだったら、 どこどこで手伝ってほしいんだけど来てくれないっていうことで結構その地域でいろんなとこ回るってことはあったらしいんですよ。うん、でそのうちの一つの,あのホテルでの出来事だったんですけど、うんまあ、とにかく冬の時期でものすごいあの忙しかったんですね。うん、というのがあの名物で海の幸がそこ有名で。うん で、もうそれを目当てに観光客がいっぱい来るので、もう本当に人手がいくらあっても足らないぐらいの忙しさだったんですよ。はい、で、まあ、もうあっという間に時間が過ぎるっていう感じなんですけど、そこであの、1>, うん、1人の若い調理人のお兄さんと出会ったんですよ。うん。で、ものすごく意気投合してあの、いろいろ喋ったりしてたんですね、世間話で。はいで それでまあお兄ちゃんでも若いのにあんたこんな修行の道とか大変だったんじゃないのっていろいろ話してもいや僕本当にねこういう仕事大好きで僕誇りに思ってるんですよと、うんうん、だからねもう本当にずっとねもう板長を目指してね頑張っていくんですよっていうまあ話をして、うん、まあ若いのに優秀だなって思って見てたんですって、うん、でそういうのがなんだかんだで えー、3年ぐらい続いたんですよ。うん、そういう仕事状況で。で、なんかあって、でその旅会うとき、あ今年もよろしくねみたいに話してたんですね。はい、で、あるときに、その、えーまあ、また冬になって、そこの手伝いをしてたんですけど、うん、そのお兄さんの姿があの見えなくなってたんですね。うんうんで 母親はああやめちゃったんだと思ったんですよ、はいまあ。せっかくあんだけ頑張ってたのにもったいないねと思いつつも仕事に精を出してたんで,、うん、でまあもう3年も4年もそういうことすると中居さん同士でも結構知り合ってあの仲良くなる人も多いんで、まあうん、いろいろ気さくに話すように、まあ、なりますよね。うん、でその時に まる、あのー、っていうお兄ちゃんおったやんかあの子なんでやめちゃったんやろうなって言ったんですよ、うん、すると「ん?」ってその中居さんが言って「誰それ?」って言うんですよ。<ん>で母親はいやほらまるさんっていうちょっと背の高いほらちょっとシュッと男前のお兄ちゃんおったやん調理人でって言ったら。うん んのことっって言ったんですよ、うん、でもその時に母親聞いた名字は違って「いや違う違う違う」「○○くんは知ってると」うん「私の言ってるのはあの何々さん」って言うんですけど「うん、そんな人いないよ」って言うんですって。うん、えなんで 私ずーっとあれやんもう4年前からずーっとそのお兄ちゃんと知り合ってあれやで喋ってていろいろしてたんやけどあんたあの調理場に常にいるしけど分かっとるんちゃうんって言ったんですよ、うん、でもいや私そんな人一人も聞いたことないよって言うんですよ <laughs> えで母親もこれに関してはもうポカンとなっちゃって、はあ えあでもそうか忙しすぎたり人がいっぱいその時だけアルバイトの子もあっていっぱいいるから分かってないんだと思ったんですよその時に、はい、あ分かってないだけなんだろうなと思って、うん、で他の人にもあのこう話すんですよ、うん、ところが調理場の人ですらよ知らないよって言うんですって、うん、でえ私の見間違え で他の人もいや忙しすぎるとねあの何かの記憶と混ざったりとかいろいろあるんで、まあ、よくある話ですよっていうふうに言ってまあ流されたと。うんでまあそういうこともあるんかなと思っててまあその時はまあ切り上げたんですよね。うん、でそれからさらに時が流れた時に、うん、久々にあのー。 その時にアルバイトしてて当時高校生だったあの女性の方と久々に会う機会がありまして、うん、でそれであのお茶しようっていう話になってそれであの喫茶店でちょっとお茶をしてたんですって、うん、でそれこのこういう話を聞いたんですって、うん、あの知ってます 私たちがあのバイトしてた時のあのホテルあの幽霊出るって知ってましたっていきなり言ったんですって。<う>で「え幽霊って何よ?」ってあのそれいやもう一つほら私のところはいろいろあったじゃないでもそれって私がアルバイトで、えー、あったもう一つの仕事場でしょえそんな話聞いたことないよって言ったら。うん いや違うんですよ。あのね、みんな話してないだけで、実はあそこに男の人の幽霊がいるっていうのは有名なんですよ。うん、でただ、その表にしてほしくないとは言われてるんで、私言われなかったんですけど、うんあ、私言わなかったんですけど、あの、なんか亡くなった人がいて、でその人が、うん、あのなんか出てきてる。 でぼーっと突っ立っとてて挨拶しても何も返してこなくて、うん、で誰なんだろうって思ってたらそのある時その元同僚だった子に会ってそれを噂話で聞いたって言ったんですって。うん、であ噂話かと思ってで噂話だったらそんなんあれやんってまあ話してでまあ結局まあ考えすぎよねっていうふうにまあ その時は終わったんでですよ、うん、で今度はまたあの偶然にもそのその時のホテルの、えー、お偉いさんだった方と再会したんですよ。はい。でそれでまああのいろんな思い出話をしてた時にその急に母親がそのことを思い出して、うん、あの、まあ、その時の、えー そうなのえっとあちょっとごめんなさい<ん>。ちょっと、ちょっとすいませんね。うん。<laughs> あ,あ、ごめんなさい。すいません。<はい S 1> <laughs> ちょっと、ちょっと手足がしびれたんで、申し訳ないです。ちょっとごめんなさい。うん、まな、なんかいろいろ、だんだんね、どうしたんだ、大丈夫。手足がしびれる。まあ ちょっと、ね、あのー、まあこれもまたあの話す時があると思うんでまたその時に <laughs>、はい、理由言いますはいもうなんか違うことが気になって平行で何かが起こってるっていうのがなんとなくその前に聞いてるからはいなちょっとこう <laughs> まあ今ね今のお話ね,ねごめんなさいす,、ね、すみません,いいんです,すみませんほんと失礼しましたでその方にあの そのことを打ち明けたんですよ。いや、なんか幽霊出るみたいなことを言われたんだと。うん、で、それって本当にあったんですかねって言ったら、うん、すると、あのその人が、いや、ごめんなさい。いや、実はね、それ本当なんだよって言うんですよ。はい。え、どういうことですかっていうと、うん、あの、 申し訳なかったけどやっぱ仕事をしてる最中に怖がらせたくないっていうこともあって黙ってたんだけど、うんうん、実はねあなたが一人で喋ってる姿を私似てたんだと。ああ。ああまあそれでまあこれ言ったらやっぱりみんな怖がらせるから、まあ、黙ってたんだけどああもう時がたったしあなたには言いますと。 はい、でその理由は確かにその方は実在はされてたんですはいで本当にやる気もあって、うん、もう本当に料理長もあいつはすごいなっていうその太鼓判を置くぐらい本当に情熱を持ってた方だったんですってはい、はい、ところが母親がアルバイトあっえー、と,は、えー、とそこに行く 1>, えー、1年前、その組織の、えー、冬に、あのスキー、休、え、暇、ー、を取って、そのスキーに出かけてたそうなんですよ。はいで、そのどういう事故だったかは知らないですけど、そこで、まあ、亡くなられたそうなんですね。じそうスキー中に えっと、そこは分かんないそうです。スキーか、はたまたその移動中の交通事故かはちょっと分からないんですけど、はい、とにかくなくなったと。はあ、で、それ以降あの、その方の姿を見るっていうのが、従業員の中でやはり多発したんですって。はあ、で、やはり。 あのいろいろこれ頼もうかなと思ったらしいんですよ、お祓いとか。あはい、でも、人物像を知っているので、うん、まあでも、お客さんに何か言われたらっていうのもあるんですけど、うん、迷いつつも、まあ、そのままにしておこうと、決して悪さするようなことも起こってないしと、うんうん、でその後もお客さんで、やっぱ何人か見えた方はやっぱいらっしゃったそうです。うん ちょっとあの何々頼んだんだけど今でもあの来ないんだけどって言ってまあ事情をき聞くと、まあ、こういう人に頼んだんだけどねとか割烹着た人なんだけどねとか、うん、まああったそうで、うん、でまあそういうのももうやっぱよく聞いてたと、うん、ただなんだろうやっぱりね どっかしら消したくないんだよ、そういうのでっていうことをおっしゃってて、あ<ー>でまあ、当たり障りもなければ、まあ、そのままにしといてあげようと、やっぱりそれぐらい気持ちが、あのー、あったから、やはり未練が残っているっていうのもあるかもしれないけど、うもうこれはもうどうしようもないよっていうことで、そのままにしてたんですっていうことだったんですね。はい でその後もやっぱり何かあの出てくるとかなんかそういう人を見かけたっていう話はあったんですけど、うん、まあ結局そのホテルもまあ残念ながらあの、えー、今はもう倒産しちゃってで別の建物になんか変わってるのかな建物はそのままらしいんですけどちょっと内容が違うホテルになってるらしいんですけど、うん、まあひょっとしたら今でもその方の姿は あるのかなというお話でした。い,いたたまれないですよね。そうですね。はい。まあもちろんそういうところでそういった会まあ出るっていうことがやっぱ目撃されてるんだったら、はい。今言ったみたいにそのお祓いだなんだっていうのはまあそういう。 ねえまあ、き企業だし、はい、言たら客商売なわけじゃないですか。はい、しかもそんな噂が出たらやっぱ意味、そこ自体、お客さん寄りつかなくなっちゃう可能性もあるのに、はい、えよっぽど信頼というかその人っていうところがもうみ,みんなそれで分かってるんでしょうし。 はい、だからこそいまだに、まあ、その工場系とかねさっきもちょっとそんな話ありましたけど、はい、その工場系とかでもしかしたら、ね、ま,まだ働いてるのかもって、はい、いうようなそのお話あったりしますけど、はい、確かにそういうところでお祓いってあんまり聞いたことないんですよね。まだだななんんか働いてるんだなってるっその か会社単位でどっかで頼んでとかあるかもしれないですけど、はい、まあでもそのお笑いをしたから消えるのかどうかっていうのはまあ分かんないですけどうん、うん、その行為自体もちょっとその人にとってでしかも自分たちにとってやりたくないんですよねっていうのとかはちょっと。はい <laughs> ちょっときついっすな,なんかねたまらんですよねそうですねやっぱりうんどうにもできないしやっぱり実際にその人とやっぱ触れ合ってたことがあるからこそやっぱり、うん、なんでしょうねな何すかねはいは<ぁ>えっでもそ,それ誰っていうのとか はい、ねえわかんないっていうのとかは、はい、ちょっとなあまあ今もいるのかなそこなんですよね僕も気になるのがまあでもいらっしゃるんじゃないかなってなんか思いたい部分はありますよねそうですね うん、一応その会社っていうのはあの2回オーナーが変わったんですって、はい、でその母親が、えー、いた頃が一番最初のオーナーさんの時で、うん、でそれからいったん自然災害が原因でちょっと続けたらしいんですよ経営が。うんうんうん でそれから2年か3年ぐらいちょっと隙間があったんだけど、うん、え違うオーナーさんが来たんですが、うん、それも45年で、えー、持たなかったで今はなんかその老人ホームっていうのかなんかそのまあそのご老人がそこであのー あの住むっていう形になるんだとか、なんかなってるんだとか、ちょっと僕もそこ自身あのう、あの調べてはいって,てないんで、ちょっとあれなんですけど、なんかちょっと違う経営者にまたなった、で、仕組みも変わったみたいな感じではあるようです、建物はそのままでっていう。うんというか、その経緯を知る人間っていうのは、はい、でも、村上今いらっしゃるんでしょ 多分探したらいるんでしょうけど、うん、ただ母親が一人はちょっと亡くなったんだっていうのは聞いててあ<ー>まああの普通にちょっとご病気されてっていう形だったらしいんですけどでもでもた,ただその経緯を知る方とかその過去を知る方が誰もいなくなってただ、はい、そういう。 なんかか見たとかはいそういう話が出てきちゃうとはいえっていうんで、まあ、おはいだとかそういったような方向にいく可能性もありますよね。うそうですね <laughs> まあでもだからさっきもそんな話したけど、うん、ということは成仏し,してらっしゃらないんじゃないかなっていうのもあるしはいじゃあもう。 そういうのも、うん、あってもいいのかなやっぱそ、それは分かんないですけどね。そうなんですよこ、救えるようで救えないようなうん感じですよね。何か分かったんだったらですけど、これはね、どうしようもない一つですよね、これ。はい。<laughs> なんとも言えないですよね。 そうですねあ<ー>はいまあ何が正解かとかは、まあ、ないんでしょうしね時が経てばもう,うんわかんないしだからそのちょこっとさっきも触れましたけどその本当に昔の、はい、作業服を着たそれってもうとてだいぶ前のもんだよって、はい、いうその人がその工場にいるって いうお話があったりすするんですけど、はい、もしかしたら昔その同じ制服だったでそこでなまあその会社に勤めていて亡くなった方っていうのがもしかしたら当時まあ言ったら2三3 0年前とかってな、まあ、例えば。 はい、その当時一緒に働いてた方がそういうのを見て「ああまだあいつ働いてるんだ」とか言ってたけどやっぱ時が経つにつれてその事情を知る人間たちが誰もいなくなってきれいさっぱりいなくなっても全然違う人がそこに勤めるようになったんだけどまだそこにはいるんですよねって、はい、まあ何か見る誰かいるっていうでもそういった経緯を知る方がいないんで、はい、そうなってしまったら。 でももうおはれいだなんだっていうのもあるし、はい、今多分その状況になってるのかもしれないなっていうのもあるんですよね。そうですね。あうん、あ知る人間がいなくなったら,らっとまあそこはもうね。ちょっと一応母親にはね、うん、誰か当時のことを知ってる人いないかとは一応連絡を取ってくれるかなとはちょっと言ってるんですけど、うん、なかなかやっぱりもう。 20年以上、うん、20年25 0年2年以上なんでやっぱりその、まあ、先ほど言ったように亡くなってる方もいったらもう当時でも連絡切れちゃってる人もいるし、うん、もう今私のところにはそのまあ両方付きあうる人はいるんだけどその人もちょっと今分からないっていう状況だからねちょっとごめんねとは言われたんですけど、うんうん、でもまあなんとか一つでもなんか。 見つかっっててくれ,ればなぁと願ってるんですけどねは、はい、どっかその、まあ、決着のつけ方とかっていうのではないのかもしれないですけどはいうーん僕としてはそのオーナーが変わった時も出てたのかどうかもちょっと知りたいですしね。まあ、確かにね今現状っていうところはねはいその誰か僕の友人でも働いてるやついないかなって言ったんですけど残念ながら。 いいないですね今のところはでもなんとか、ね、誰か触れてくれれば今第三形態になってるけどどうなのっていうのはちょっと聞きたいですね、はい、そうですよねそうなった時にまたじゃあなんか動きがあるんであれば、はい、そういうことももしかしたらできるかもしれないですしね、はい、そうですね当時は死ぬ人がいたらではいでそれでも随時またあの報告させていただきたいと あはい見つかったらはい、はい、よろしくお願いいたしますあはいこちらこそよろしくお願いしますありがとうございますあの <laughs> あの土地やっぱなんかちょっといろいろとあるんですねどうどうなんすかねそれってそのいやまた今別の話ですけど<あ> <laughs> かいやちょっと大丈夫まあ大丈夫かなとかって言っちゃったらなんか呪いになりそうだからあんまり言わない方がいいのかもしれないですけどまああのー ちょっとしたあそうなんですかいや、うん、なんかやっぱちょっと様子がちょっと前んま前と前もうだいぶ前からね来てくださってるじゃないですかはいで最初の頃と比べてごめんなさいね感覚ですけどなんかやっぱちょっと以前と、まはい、うーん ちょっとなんか、どっか感感、ま、周り気にしてる感っていうか。ああ<ー>、うん。いや、でも確かにねあの、やっぱ鋭いと思いますよ。やっぱり、あの、実際自分がこうやって食らうと、うん、やっぱり、変わりますね。そこがね、やっぱちょっと心配なんですよ、ちょっとね。 やっっぱりちょっと生命にも関わる経験したんでねその病気っていうのがうん前,<の>前の職場離れてるわけじゃないですかすごいですねうん、うん、だからそこでまあ吐き出しちゃったら何とかなるともまあ確かにちょっとまあ言えないっちゃ言えないしだから僕2012年のあの時、まあ、モザイクさんその当時は知らないかもしれないですけどはい2年 感やっぱちょっとやばかったし、あのウトですかそれは。ああ。うん。<ー>うん、いや僕ねウト見れないんですよねなんか。うん。やっぱりなんでしょうなんか直感的かっ怖いっていうかなんかズワッとくるんですよね。うん。だからもう。でその前は見れたんですよ。うんはあはあははあ、は。その前は余裕で見れてたのに何かこう一回食らうとやっぱり。 体とか感覚が覚えてるのかなんかそうなっちゃってまあでもだからちょっとなんかね本当は吐き出せるな今みたいなようなところがあったらいつでもいいので違う違<ー>うが、はい、ここ,この今ねこれ表ですから今裏も作ってるんで、はい、あのかなたさんだけしか言い,いやすですよねそうそうそう,そう うん、なんであそこあの前回も内容は全然言えないですよ、はい、な内容は全然言えないですけどもうほぼほぼ、はいはい、もうなんかもう思いの丈をぶちまけてる感の人もいたしそので起こった出来事もなも,うもうとんでもないことなんですよこれっつって。はあ<ー>、うん、もうちょっとき本当聞いてほしくてっていう。 若干き憤りプラスみたいなような <laughs> ものもあ,<ー>あったりしたんでだからそっちって結構感情大であ<の>まあ喋れんのかなって思ったんですよ。<の>誰も聞いてなああでもね他に聞いてらっしゃる方も知ってる人いますからね。 僕としてはまあなんとかその人たちにもっていう気持ちでは <laughs>、ままあ,あるんですけどエンタメの枠超えてる気がするし自分の中でですよその病気とかだともうちょっと違うじゃんってなるから、はい、別にも何も言わなくてもいいですし今はそっちにっていうだから今こう一つ来てくださってるのはありがたいんですけど、はい、なんか。 あの無茶してねえのかなって思ったりはするけどね、ちょこちょこっとちょっと、なんか、うん、あんまり心配しすぎてはいかんのかなとも思いますけどまあね、自分自身では気づいてないけどっていうのは、確かにあるのかもしれないですね。うん、まあまあ、こっちが心配しすぎてるだけなのかなとも思うし、はいうん、まあまあ、いつでもいいので。 あ、はい。はい、ありがとうございます。はい。いや、ありがとうございます。あ、はい。ありがとうございます。はい。またよろしくお願いします。あ、はい。それでは失礼します。はい。はい。二十年ほど前に、うん。私、うつ病になってしまいまして。ほう<は>。で、え、あの、<laughs> ちょっとご飯が食べれなくて痩せてしまって、うん。で、あの。 病院の先生にそれじゃあ入院しましょうって言われて、はい、精神病院に3ヶ月ほど入院したことがあるんですね。はあ<う>。えその時のお話なんですけども、はい、えで入院の日が決まってあの夕方だったと思うんですけど病院に入って、うん、で初日なので。 ナースステーションの前で、うん、一晩様子を見ましょうっていうことで、うん、あのなんだナースステーションの前の部屋に入ったんですねはいでその時は私ともう一人2人しかいなかったんですようん、で私はたまたまあの窓側の方のベッドで、うん、で隣に70代くらいのおばあさんが 人でもういあの夕方に入ったから、うん、すぐご飯食べて点滴して、うん、で、えー、でなんだ <laughs> 点滴して、うん、でもあの初日だから心細いっていうのもあって、うん、もう寝ちゃおうと思って布団かぶって、はい、あの布団に潜ってたんですね。はい で、自殺防止のためかわからないんですけど、その部屋だけカーテンがなかったんですよ。カーテンっていうのはこのベッドの周りの、うん、あ、ベッドの周りのカーテンもなかったし、窓の、うん、窓の方のカーテンもなかったんです。ねんそんな病室ある <laughs> あ,あったんですよ。その部屋だけだったんですけどね。はあ。 うん。でだからあのなだろう。もう鏡みたいにあの <laughs> 映るので、うん、あのまあ布団に入りながらその鏡みたいになった。窓を見ながらね。うん、あの通る人とか看護師さんが動いてるのとか眺めたりして、うん、でまあ、うとうと仕掛けたんですよ。はい、そしたらあのぎゃーっていう声が聞こえましてね。<う>で、なんだと思ったら。 あの隣のおばあさんが私のベッドの上に乗っかってきたんですよ。えー、でヘビが蛇が蛇が,蛇が追いかけてくるからこっから出してくれって言って、うん、あの窓をバン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 叩くんですね。はあ、でナースステーションがほらすぐ近くなので、はあ、すぐ看護師さんたちが来てね あのおばあさんを「大丈夫何人もいないから大丈夫だよ」って言って、はあ、どっかに連れてったんですい。はあ、だけどその私窓の方向いて鏡になってるような窓ガラス見てたのでね、うん、あのヘビをふ2匹 <laughs> いたんですよ。え蛇ヘビが2匹うつって。 いたんですよ <laughs> <通>だからおばあさんと私には見えてたけど、はあ,あの看護婦さんたちには見えなくてっていう。いですねいいたいたでもそれってそういうやつなのかなの普通の人には見えないとかそういうことなのかな,のなそうですね。 空,空中になんか頭だけ二体ソフトボールぐらいの大きさの頭が2体<か>うん、大きいと思って、<laughs> うん、で、ここで私もヘビを見たって言ったら絶対アウトだと思って <laughs> 黙、黙ってたんですけどね、はいで。で、おばあさんはどっかに連れてかれたっきり、あと二度と会うことはなかったんですけど、うん、で、 えー、それから少ししてからですね、うん、あのちょっと体の調子も良くなってきたので、うん、私タバコを吸うから喫煙所に行ったんですよ。はい、であ喫煙所に行くようになってしばらくしてでそこにいつも喫煙所に寝てる男の子がおりましてですね、うん、いつもマグロの。<laughs> 絵の描いた T シャツを着てたのでマグロくんって呼んでたんですけど、うん、そのでなんかいつも寝てる男の子がいて、うん、でですよね、はい、で、その女の子に「この男の子いつもここで寝てるけど」って。うん、あの ベッドで寝ればいいのにね。なんて話をしたんですよね。うん、そしたらその女の子がいやこの男の子ねってつい最近まです。ごくあの普通で。あの、普通で話もちゃんとするし、こんなこんなとこで寝るような子じゃなかったしって。うん、っていう話。 言ってた言ってたんですけど、うん、あのその女の子がちょあ私のことをいつも姉さんって呼んでたんですけど、はい、姉さんちょっとあの話聞いてほしいんだけどって言われて「うん、何何?」って聞いたら「いや私ね」ってあの最近このマグロくんと同じ薬を出されて。うん あのなんだろうな <laughs> 怖いんですって言うんですよ。うん、はい。うん。ええなんで怖いのって聞いたらあのなんか入院する前に、うん、あの病院に通ってる時に主治医に、うん、あの障害者年金を もらえないかっていう話を何度か相談してたんだそうですはい、はい、その女の子が。うんうん、であの働けないしあの家族にも迷惑かかるし、うん、っていうのでねで生活保護ももらえないしだから年金障害あ障害者年金だけでももらえないかって医者に相談してたんだけど。 あなたはあのもらえる可能性が低いからダメですって、うん、あの言われ続けたんだそうですね。うん、それでいや本当にそうなのかなと思ってセカンドオピニオンしたんだそうです。はい。まあそうですね。そこは考えますよね。ええーうん、それでそっちの別な病院であのお話をしたら。 あそれはもう障害者年金もらえる可能性高いので申請しましょうって言って、うん、もうすぐ通ったらしいんですねうん、うんうん、でそのあとまたこうちょっと病状がひどくなってきたので、うん、あのやっぱり前の先生に診てもらおうと思ってその最初の病院の方に戻ったんですってあセカンドオピニオンちょっと良くなかった うなのかなとあ<ー>それで戻ったんですそしたらなんかもう病状悪くなってるから入院しましょうってなったんですって、はあ、それであのでもしばらく来なかったけどどうしたのって,、うん、って言われて「いやいやこれこれこうで」ってでも。 ちょっと他の先生の意見も聞きたくてってうん、うん、でそ,そこで年金あ障害者年金ももらえましたっていう話をしたんですって、うんうん、まあとりあえず病状もひどくなってきたから入院しましょうって言って、うん、今入院したんだけどって入院した次の日に診察があってそこであの先生に。 言われたんだけど「うん、お前な <laughs> そんなに金が欲しいんだったらってあの年金もらえばいいさ」ってその代わり「俺はこっからお前を一生病院から出さないからな」って言われたんです <laughs> はあうん。でももう入院してしまったし出れないしってそして最近その。 マグロ君と同じ薬が出されて最近体が思うように動かなくなってきたんですって、はあ、で怖いんですよって言ってて、はあ、でえでもまさかそんなことないよねって、はあうん、いうのでちょっと <laughs>、うん、で話はそこで終わったんですよ。は で私があのちょっと外泊許可が下りて一時帰宅をしてで戻ってきたらその女の子いなくなってたんですね。はいうん、で「えあの女の子どうしたの?」って聞いたら「病棟違ったああ違う病棟に移ったみたいだよ」って言われて「はい、あ,あそうなんだ」ってでちょっと心配してたんですよ。はい、でそっからまた あのしばらくしてあの一時帰宅の許可が出たので、うん、あの一旦帰宅してまた病院に戻ってきた時に、うん、その自分の病棟に戻る途中いろんな病棟を通るんですね。うん、で戻る途中の病棟でその女の子が。 うん、廊下を歩いてるのを見て、うん、びっくりして、うん、びっくりしたんですけどすごくおしゃれで綺麗な女の子だったんですけど、はい、もう髪,髪もボサボサで、うん、ネイルも剥がれた状態になっててねあの前かがみになって両腕をこう下に垂らして、うん、で一点鏡子でねゾンビみたいになって。うん 歩いてたんですよ、うん、でもう一応窓ガラスコンコンってやって気づいて,てコンコンってやったんだけど全然反応もなくてうん、うん、うわ怖いと思ったんですよ <laughs>、はあ。ほんと当んに先生あの出さないつもりなのかなって。はあ で,であとはあと私も退院してしまったので、はい、あのもう病院に行くこともないから、はあ、どうなったかわからないんですけど、うんうん、その医者が怖いのか病院が怖いのか、うんうん、そういうことがありましたっていう<ん> <laughs> お話です <laughs> ちょ。ちょっと えいやえままじかって思いますけどちょっとえ、うん、医者がそんなこというんすかねえ信じあちょっと私もねいそう思いましたよやっぱり、うん、そんなこと言うのかなってうん。 でも私もあのなんだろう退院した後しばらくしてちょっと引っ越すことがあって、うん、でその私が通ってた病院に通うのがちょっと困難だから引っ越し先の近くの病院に紹介所を書いてもらえませんかってお願いしたんですよ。 紹介状もらって最後あ今までありがとうございましたって言ったら、うん、その私の主治医だった先生がね、うん、うつ病はねあの優福じゃないと治らないのよってで <laughs> も言われたんですよ、うん、だからあのあお医者さんってそうなんだと思って。 やっぱ信頼関係が崩れると、うん、そういうことするんだなーって思いましたね。えー？うん。<laughs> <laughs> だからね、本当ね。ごめん、ちょっともう,うまちょっと意味がわからなすぎて。 もういやそのそ言ってることが意味わかんないって言うんじゃないけど<ー> <laughs> そのその人が、えー、そ,のそれを言ってることが全く意味がわからなくて意図がわかんないあの、うん、精神的なな病じゃないですかそうですね、ま。もちろんその優しい優しゅみたいなようなことでもまあまあダメなのかなって思うし、うん、その まあお医者さんってどっもうこっちから一般人からしたらもう言うたらもううんわらをもうすがる勢いでやっぱ行くわけじゃないですか直、ね、したいっていうのもあるしそこでそうなんですよ、ね、なもう悪意でしかないですからね。<laughs> そうですよねやっぱりお医者さんも商売なのかなとか思ったりお客さんが減るみたいなとか、うん、指示に従わないからじゃあ声してやろうとかっていうあれなのかなとか思ったり怖いなって <laughs> それしかなかったです。まあそ,その人が っていうことなのかなっても思いますけど全部が全部そういう人じゃないとは思いますけど、うん、全部が全部は違うと思いますけど、うん、たまたまだとは思うんですがうん。っていうねことがあったんです最初のおばあさんもなんか行くとこ間違えたなとか思いながらね。うん、まあ実際だからその 昔その精神病の、まあ、隔離病棟がどれぐらいかな、うん、いくつかやっぱそこでその、まあ、虐待めえたようなこととか<ー>その犯罪行為とかまあその犯罪っていうのも脱税とかそっちの方もありますけど。うん うん、ちょっとやっぱ問題になってたりっていうところがあったりし,しましたからね。そうだったんですね、うん、あるところにはあると思う、うんまあ、たまあ確かに極限の状況のねえ、うん、場所ではあると思うからちょっとそ,う、ねうん、そこにいる方もなかなかにねえきついのかなって思うけど。うんうん そこでそれ言っちゃったらもうアウトだしそうなん病院とはってなっちゃうしそうですよねうん今どうなってるんですかね今はどうなのかわからないんですけどいやとにかく怖いなぁと思って <laughs> もう二度とかかりたくないなぁといやまあそうですよね、うん うん、あでも確かにその、まあ、さっきこのカーテンもないって言ったけど確かに首吊りとかそういうの防止するためなのかも、えーうん、ですね,そ,すねその窓,窓に鉄格子があったりするじゃないですか、えー、あれもこうあ、ねね、飛び降り防止とかだったりしますし、えー、まあでもそういうことかっていうのは、えー、あ確かにでもそ,んそ,それがあろうがなかろうがそのもっと、えー 別の問題ですしね。えー、そうなんですよね <laughs>。<laughs> まあ、<も><は>とにかくね、うん、怖かったっていう。もうなんか怖くてずっと誰にも言えなくて、うん、今ここで始めた話をしたんですけどね。いや<ー>、うん、まあでも。 まあそうねやっぱいろんな、ね、いろんな病院あるしその今、ね、今はなんかその評価とかって見えるじゃないですか。そうですよ、ねうん、でやっぱそこで、うん、まあちょっとどっかこう相談してこういうところがいいですよっていうのもあるけどうん。ねあ とはいえそこがその、うん、その人にとっていいかいいところかどうかっていうのはわかんないけど間違いなくその病院は誰にも誰も行っちゃいけないところでしょうからね。うん、そうでしょうね。うん、でもこの辺ではちょっと大きくて <laughs> あそうそこしかないような大きな入院施設がある病院なので。 まあ薬出しちゃ儲かりますしねだからそのうつ病の薬とかもバンバン出してそれで儲けてるっていうのはう、ね、結構これ問題結構問題になってますしね。えー、そうなんですか <laughs> うん、うん、結構そのもうああのまあ、もちろん薬で落ち着いてまあほ本当に何にも考えなくなるような薬とかあるじゃないですかボーっと。 ホゲーっとなっちゃって、えー、もうその嫌なこととかその負の方をもう考えないもういい、えー、逆にいいことも何も考えられないっていう、うんうん、でも本当に無気力な状態になるみたいな薬もありますから、えー、強いのだとそれその女の子がそうかもしれないです、ね、ああそれバンバン出してで、えー、結局 そそれこそさっきの,その、ね、医者が言ったみたいに出さねえからなって、うんうん、結局それでもう動けなくなっちゃってうんずっと出られない、うんうん、う本んに何も考えられないんで。ですよねあの。うん、だその薬漬けにされてとかはまあ個人個人には。 その用法、用、うん、量きちんとやれば効果的なのかもしれないですけどずっとそんなもん、うん、うねえ、うん、飲んでたらね、どうしようもないですからね。意識というか、何にも考えられなくなるから、うん、それすらも思わないでしょうね。 <laughs> 怖い <laughs> いやなんかこの辺りは結構闇な部分なんじゃないんすすかね、うん、そうだと思います、うん、普通に個人病院に通ってる間はそんな話一つも聞かなかったのでうんうん入院して初めてねそういうのをこう目の当たりにしてちょっとびっくりしたというかねうんうん怖かったので <laughs>。 <laughs> <laughs> まあでも、ま、とりあえず唐野さんは今もうね退院<あ>されて、ね、そ,そこはそこでよかったなっていうのはあるんでしょうけどあ,、はい、ありがとうございます、うん、ちょっとねとはいえっていうのも、うんうん、やったーとは言えないですしねちょっとね。 うん、はあ、はい、いやマジでその病院とか精神科とかもあるけど、まあ、全部ねいろんな病院とかもそうでしょうけど、えー、ちょっとほんと信頼の置けるところっていうのを探すのって難しいのかもしれないけど、うん、足しげく通ってやっぱやっていくしかないんでしょうね。<laughs> そうだと思います。やっぱこうね、ちゃんとした信頼関係が築けるお医者さんの方が安心だと思います。いいですよね。あいやすいませんありがとうございます。あいえこちらこそありがとうございます。はまたね機会がありましたらよろしくお願いします。はいその時はぜひはいじゃ残り頑張ってください。頑張ります。はいどうもです。失礼します。 子供の時小学校6年生ぐらいの時の話なんですけど、うんえっと、町内で、えー、毎週日曜日に早朝6時半ぐらいにですね、うんえっと、清掃活動をしてたんですよ、うん、当番制で。うん、で、えっと、大体その同じ場所に。 町内の人がまあ集合して二十人ぐらいですかね、うん、集まってで掃除をしてたんですよねはいで、えー、毎週まあ日曜日行ってたんですけどね、うん、夏休み中だったと思うんですけど、うん、ある時ですねなんか見たことないおじさんが歩いてたんですね、うん、で近所の人って結構みんな顔知ってるので、うん あれ見たことないおじさんがいるなと思って、うん、でそのおじさんは掃除をしているとかではなく、まあ、歩いてるだけだけったんでですね、はい、でおそらくウォーキングをしてるのかなと思ったんですけど、うん、でもなんか見たことないなこのおじさん何なんだろうっていうなんか違和感を感じてちょっとじーっと見てたんですよね。そ、うん、そしたらのののおおじじささんんですねあのそのおじさんと まあ、重なるように全く同じ動きをしている、うん、なんかネグリジェみたいな服を着た女の人がいたんですよ、うん、か本当に重なるように同じ動きをしてるんですね、うん、でよく見たらえこれ何と思って、うん、結構びっくりさんですよね、うん、え同じ動きするわけないじゃんと思っておじさんがこう まあ、手足動かして歩いているその動き全く同じ動きを女の人がしてるんですよ、うん、重なるように。はい、でこれどう見てもおかしいんじゃないと思って、うん、で近くにあの友達がいたんで「ちょっとあれ見てよ」って言ったんですね。うん、で友達に見てもらったら、うんまあ、友達も「は何あれ?」ってやっぱおかしいことに気づいたんですよね。はいで 何なのあのおじさんっていうか重なってるあの女の人誰みたいな感じになって友達とこう <laughs> 話してたらそのおじさんも行っちゃったんですね。はい、であれは何だったんだっていう話になって、うんでまあ、子供なんでなんか幽霊とかもよくわからないっていうか幽霊かどうかもわからないので、うん、結局謎のままだったんですよ。はい、で,、えー、でまた次の週も清掃。 があったんですね、はい、で夏休み中だったんで毎週ちょっと参加してたので、うん、次の週の日曜日も朝や行ったんですよ、うん、そしたらですねまた同じおじさんが歩いてきたんですね、うん、でうわっと思ってやっぱりあの重なるように女の人が同じ動きしてるんですよ、うん、でま,また同じ友達がいたんでちょっと見てよ来たよって言って、うん、でなんなんなおのおじさん っていう話になって、うん、ちょっと後つけてみようやって話になったんですね、うん、であのあんまりその怪しまれないようにまあ子供だからみ、まあバレバレかもしれないんですけどあとつけたんですよ、うん、したらそのおじさんなんかあのまあ、普通の一軒家に帰っていったんですね、うん、でその意見に入っていったんであああそこの家の人なんだなっていうのを確認できたんですね、うん でそのおじさん一体何者なんだって話になって、うん、で、えー、そのすぐ後にですね夏休みの夏休みの間ってあの登校日があるじゃないですか今どうか知らないんですけど、うん、昔だったんで学校の登校日があったんですよ。うんはい、でその登校日の時にですね友達にその話をしたんですね、うん、他の友達に。うん、でそしたらえっと で家の場所とかも言ってたんですよね。うん、なんか変なおじさん見たんだよっていう話をして、うん、で、あ、そういえばあのその家の斜め前に住んでる子う隣のクラスにいたよっていう話になったんですよね。うん、で、その子に聞いてみたらってそのおじさん何者かわかるかもよみたいな話になって、うん、で、その隣のクラスに行って、で、その斜め前に住んでる女の子がいたんでその子に聞いたんですよね。うん ちょっと変なおじさん見たんだけど、うん、その重なってるようになってめちゃくちゃこ怖いおじさんであのそこの斜め前のその家に入っていったんだけどそのおじさん何者なんかねみたいな風に聞いたんですよ。うん、そしたらですね「えそこの家の人って誰も住んでないよ」って。 で、おじさんが確かに一人暮らししてたけど、うん、亡くなってるからその後誰も住んでないよっていう話になったんですね。はい、でえ、でも家に入っていくの見たよって言ったんですけど、うん、いやいや住んでないよ。誰もって。なったんですね。うん、でえ,え。おじさんもと思ったんですね。おじさんも死んでたんかいみたいな。こう感じになって。うん、ええー、ってなって。 ですごいなんか急に怖くなってきてですね。うん、で親とかにも言ったんですけど親もなんか実はその家のおじさん知ってて「あそのおじえその家のおじさんそういえば孤独死したよね」みたいな話も聞いてて、うん、でめちゃくちゃ怖いじゃないですか <laughs>、うん。でえ何だったんだって言ってちょっとざわついたんですよね家の近所で。うんでえー まあ次の週またそのおじさん来るのかなってうちの親もなんか清掃に来てちょっとスタンバってたんですけど、うん、来なかったんですね、はあ。でそれ以来おじさんは見なかったでですね、はあ、でまあ結局そのおじさんの幽霊見てたっていう話です <laughs> そ女。女性 っていうのは何なんすかねいやわからないんですよねなんか重なってるんですよね同じ動きでうん。その女性とかっていうのに心当たりはその女性のこととかってその聞いたりはされたんですか<あ>で女の人いたよって女の人いたよって若い若い結構若い人に見えたんですよね小学生から見る若い人だから結構多分20代とか,か かなと思うんですけど、うん、いや何かわかんないっていう話になって、うん、誰かわからないって、うん、その女の人は何なのかわからないけど、うんま、奥さんそのおじさんの奥さんが結構若い頃に亡くなったっていう話は聞きました。お<ー>でそのおじさんはなんか子供を一人で育ててても独立していなくなって一人で住んでたらしいんですね。はあ でもそのおじさんはまあ孤独死してるので結局、うん、そのおじさんも死んじゃってるんで、うん、結局何が何だか分からないっていう話で結局幽霊なのか何なのかっていう小学生の時なんで、はい、まあでもそこに入っていくっていうのが見えてでも誰も住んでいないしその風貌とかを伝えるとあ,あそこ住んでた人だよっていうことなわけでしょ 多分ですねそこのおじじさんじゃななないいかなっていう話になりまました、まあでも考えてみると確かにそのおじさん住んでた人じゃないかもしれないですね。うんうん、まあまあでもですよ。はい、そのじゃあまあそういうちょっと空き家に、はい、まあちょっと勝手に入っちゃってるっていう人がまあいたとしても。 はい、その辺りこう,うろうろしてそうなもんじゃないのかなぁとも思うしまあそれこっきり見なくなったっていうのがう、はい、まあ単にまあタイミング悪くまあどっかう映ったのか、まあ、そういうの見られたからちょっとやばって思ったのか。その辺も含めて結局謎のままで終わってるから。うん やっぱりその怖い話なのか、何なのかわからないんで、ちょっと凸できなかったっていうのもあります <laughs>。うん、まあでも想像。になってしまうけど。まあ、その若い頃に亡くした奥さんっていうワードは。ちょっと気になりますよね。そうですね。うん。ただ、やっぱりす、あの狭い、やっぱ町内っていうか、結構。 地域密着家系の家だったんで、うん、やっぱ違う人が出入りしてたら気づくと思うんですよね知らない人が。だからそのおじさん何者かっていう話になりますよねやっぱり、うん、生きてる人間なのか死んでる人間なのか。うんどうなんすかねうんまあちょっとまあ、そっちも疑うしまあ誰か人だったらまあ あそれはそれでってなるかもしれないですけどうん、うん、まあでもその女性っていうのはまた重なって見えてるわけだからそれは多分人間ではないでしょうからね。そうですねはい全く同じ動きしてるんですよ本当に不思議でした。まあでもその話のえー、まあそれとは昔住んでいた家 はい、にその前に亡くなられた方が今でも住んでるっていう話とかはね、はい、ちょこちょこそういうの話あったりしますから、まあ、そうですよねも,もしかしたらっていうのもあるかもしんないですけどあ、まあ、それこっきりだわかんないですよねだからそのおじさんが死んだことに気づいてなくて普通に散歩してたのかなとも勝手に思ったりとかもしたんですよね。 ふらっとね<ん>そういうのは見えたりするかもしれないしはい小学生の時の体験で本当に不思議で,でもそれ以来霊感全くないんでそれ以外は見たことないですうん、うんまあ、大人たちが何にもそういうのを目撃してないっていうところも子供た子供しか見てないっていうのもねそうなんですよねそういう頃に見たものとか、はいまあ、大人たちには見えないのかなとか 他<ー>他目撃した人もいるかもしれないけど別にそれに気づいてないだけなのかあ,<ー>あ<ー>それもありますねまあちょっといろいろと考えちゃいますけどはいは、えー、ありがとうございます いやもう爽やか系の怖いの怖いけたかなって自分では思ってます。爽やかではないと思うけど爽やかそうだけど流れに比べると爽やかかなと思ったんですけどま,す、ね、まあ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 うんそう爽やか <laughs> うんあのー、まあどどぎついわけではないっていうかそうですねうん、はいろんなちょっとこう考えを巡らしたくなるまあ話かな。 はい。あ,あーでもないこうでもないってちょっといろんなことを考えさせられ、はい、考えちゃうお話ではありますよね。そうですね。今でもやっぱ時々思い出したあれなんだったんだろうと思いますね。ああ、いやまた何かありましたらよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。はい。ありがとうございます。はい。失礼します。はい。えっとこの話はですね。うん、私が二十歳ぐらいに、うん、以前はスナックの厨房に至った話をしたんですけども。はいはい。 その当時はキャバクラの厨房にいろんないろんな夜の厨房を渡り歩いてるんですね <laughs> ちょっと勉強したくってその時は<ー> <laughs> それである時ある日店が終わったら時にこうホールの方から女の子の笑い声とか楽しげな感じが聞こえてきたんですようん で私ももう帰る時だったので、うん、挨拶しようと思ってその辺そちらに向かったんですね、うん、そしたら私,にじょ私の上司にあたる人がこう、うん、お店の紙ナプキンあるじゃないですか、はい、あれに絵を描いてたんですよ。っととと風景画みたいなやつとか、うん、あと あのお店で出すようなフルーツ盛りの様子とか、うん、まあ23個書いていて、うん、すごいそれが上手だったんですよ。うん、なので「何々、はい、さん絵描、えー、くんです絵、えー、お上手ですね」って言ったんですね。うんうん「俺画家になりたかったんだよね本当は」ってボソっと言われたんですよ。うん、ああそうなんですか。 あでももしよろしかったら私の顔描いてくださいってちょっとお願いしてみたんですよ、うん、そしたらその場が一瞬シーンって静まってしまって、うん「あれ私なんかやばいこと言っちゃった?」って思ったら私だけがその場で知らなかったことなんですけど、はい、その上司の方が、うん、そう知ってる人の顔を描くと、うん、その方が亡くなる。 っていうなんかいわくがあったらしいんですよ。はあ。だからそれをもう、うん、素直に教えてくださったんですよね。はいえだから結局俺は画家になれなかったんだよってその後もぼそっとまた教えてくださったんですけどはいまあそれ以上正直何にも突っ込めなかったんですけれども。 も言えなかったです <laughs> ただそういうことで夢諦めるってこともあるんだなと思ったのとうん不思議な話だなと思ったのをちょっと思い出しまして、はい、まあでもその、まあ、画家って言ってもいろいろといるじゃないその風景画の人とかもいると思うし。<laughs> はい、うんはい そっっちの方はなかったんですよ、ね、やっぱ人人物がとかあとそうかでもそれでくなっ誰かが亡くなってしまったっていう経緯あるからやっぱちょっと筆その何か書くっていうことがもう <laughs> うんなのかもしれません。ま,まあナプキンに書くな何か別のもの書いたりするぐらいだったらまだっていうことなんですかね。うん そうですねすごい本当にお上手でした。サラサラってすごくきれいに書かれてたのでなんかそのいわくが本当かどうかは分からないですけれども、うん、残念だなーって思ったはいことでした。まあ。<laughs> うんあえっと どれぐらい前って言ってましたっけえーっと20数年前です <laughs> あまあ今どうなってるのか分かんないですけどなどっかでね克服,克服っちゅうのはできるのかどうか分かんないけど,ど、うん、まあ何か別のそ,そういう道にまあ、行ってたらそうですねまあねいけてたらどうわ分かんないですけどね。 トラウマはあるんでしょうからね。ただすごくいい方だったので、うん、うん何とも言えない気持ちになりましたね。そうですよね、もうつ込めないし。は,あたはい。ありがとうございます。それ以上つくいえいえ。ではまたというかあと三時間ぐらいですか。はいはい。どうぞ頑張ってください。ありがとうございます。 こちらこそありがとううございいましたはいはい、どうもです今日の話は、えー、とこれも大学時代なんですけど京都で、あのー、旅館でバイトしてたんですよね。うん、でその旅館っていうのは修学旅行を結構取る旅館だったんですよ。はい、でまあその今日,今日はその旅館のことじゃないんですけどそこのアルバイト をしてて、うん、アルバイトの仲間が結構人数いまして、うん、でそこ結構仲良くなって結構そのアルバイト後にいろいろ遊んだりとかえっと夜中中かけて遠くに行ったりとか、うん、まあその中で心霊スポットとか廃墟とかも行ってたんですよね。うんはい で大体いつも行くメンバーが大体車2台でまあ6人とかそれぐらいで行ってたんですけどうん。えっと、その時たまたまこう1つ下の F 君っていう方っ子が「うん。あの、いつも先輩たち行ってるから僕も連れて行ってくださいよ」って言って来たんですよ。はいはい、でいいよって言って連れて行ってその時心霊スポット廃墟に行こうかって話してちょっとどこに行ったかっていうのを覚えてないんですけど。うん とにかかくなんか廃墟か廃病院かなんかそういうところに行ったんですよね。うん、でその F 君っていう子はえっと、京都であの京都の地元の子だったんですよ。うん、でいつも僕たちに、ね、あの先輩たちあの僕もそあの家から出て外す家から出て1人暮らししたいんですよねっていうような話をしてたんですよね。うん、で、でまあ車の中でそんな話をし で,で,で、まあ、廃墟に次行って、うん、で廃ての中をこうずっと探索してたらその時はね確か病院だったと思うんですけど、うん、あのー、まあいつものように何にもなく帰ってきたんですよね。はい、で次の日にまたアルバイト行った時にその F 君が、あのーわ「昨日面白かったですね」っていうような話をするんですよね。 で僕なんかはま,、うん、はまりそうですっていうような話をするんですよね。はあ、うん。それで、あのそう,こうそういう話をしてて、アルバイト、その何日か経った時に、また行こうかって言った時に、はあ、またその子もついてきたんですよ。はあ、で、その時にですね、その僕らはこう行ってわいわい騒ぎ騒いだりとか、まあ普通のもう本当、 あのー、ちょっと怖がったり、はい、あのちょっと騒いだり、ふざけたりっていうのを繰り返す、その子はですね、それよりもなんか、そこにあるものが気,気になるみたいなんですよ、例えば、えー、と肺病院だったら、院長先生が座ってたような椅子だとか、はい、それとかそのテーブルだとか、そういうのにこう興味があるみたいなんですよね。はい で、なんかそれを触ってこれいいですね。とか言ってるんですよ。うん、である時にその？廃墟に行った時に、あの壁に革ジャンみたいなものがかかってたんですよね。はい、じゃ、それ僕持って帰っていいですか？とか言うんですよ。<は>お前やめとけ <laughs> お前やめとけってそういうのはお前って言って <laughs>。<お前 S 1> <laughs> 言ってたけど、なんかそれじっと見てて,って、結局僕らその時は止めたんですよ。はい、もうそんなの持って帰ってもいいことないからっつって。うん、で、あのー、ですね、その次の日ぐらいから F 君、バイトに来なくなったんですよ。はい、で、何日か経って、で、あのー、なかなか来ないんでって言って、その地元で、その。 同じ地元のやつがもう1人いたんですよね、その1つ、F 君よりも、僕たちと同級生だったから、F 君よりも1つ上の子がですね、うん、でちょっとお前、1回、F の家知ってるんなら見に行ってこいよって言って、うん、あの行かせたんですよね。そし、はい、たらあので、F の家、そいつも知ってて、ただ弟かなんかがいて、あの兄貴,兄貴どうしたって言ったら、いや最近、こっちにも帰ってきてないんですよねっていうらしいんですよ。うん で、あいつどこ行ったのっていうような話になってそれから1週間ぐらい経ってですかね、うんえっと、久しぶりにアルバイトに来たんですよね、はい、そしたらその欲しがってた革ジャン着てるんですよそいつ <laughs> <laughs> それで「お前それどうした?」って言ったら「いやどうしても気に入ってですね」って言ってなんかで、ちょっと僕らも引いて もうあいつとはちょっともう付き合えねえなっていう話になってちょっとこう線引いたんですよねあはい。だからで、それからアルバイトには来るんですけど、はあ、なんか様子がおかしいんですよねはいである日そのその同じ地元のやつが僕らのところに来てあいつなんか1人暮らし始めたらしいんですよねって言うんですよ、うん で、でなんか一度、なんかあのー、遊びに来てくれって、そいつ言われてて、先輩たちにもう声かけてくださいよって言われたらしいんですよ。え、うん、ーって、どうしようかなと思ったけど、ちょっと興味もあったんですよね。うんで、じゃあちょっと一回行ってみようかっつって、その、そいつが1人暮らし始めたっていう、なんかそ古いなんか、あのー、 2>, 2階建てのアパートの1階の角部屋かなんかにあの引っ越してたんですよね。うん、でそこに1回、飲みましょうなんか飲みましょうよみたいな感じで、お酒とかあるんでとか言ってで、僕らもなんか食べ物とか買って行ったんですよね。うん、で、扉をガチャって開けて、入ったら。うん 多分あの廃墟から持ってきたようなものばっかりで部屋作ってるんです。よ <laughs> <laughs> え、そ、か、家具とかそういうことですか。家具とか、だからその院長先生がさっき椅子って言ってたじゃないですか。はあ。そういうものも置いてあるんですよね。え、え、椅子も？椅子も。え、ちょっとテーブルとか。ど、どうやっても。 何だろういや分かんないですよ、なんかそれがか分かんないんですよね。はあ、だけどもう、それでもう、僕ら、入れなくて、そこの部屋に。はあ、でもう、速攻もう帰ったんですけど、はあ、でも怖くて、<laughs> それで、その後ですね、何日間か、多分アルバイト来てたと思うんですけど。はあ あのー、F 君、アルバイト辞めて、はあ、でその後ちょっとどうなったかっていうの、ちょっと覚えてないんですけど、その確か連絡が取れなくなったとか、取れでその辺ちょっと僕らもちょっとあやふやなんで、僕もあやふやなんですけど。はあ その後どうなったかっていうのはちょっと覚えてないんですけどもちろん付き合いもやめてましたしアルバイトやめたからですねもともとそんなにこう一緒に遊んでたアルバイトの中でも一緒にこう遊んでたやつじゃなかったので、うん、その後はどうなったかっていうのはちょっと覚えてないんですけど、うん、だからまあもし追っかけてたらもしかしたらその本当の階段みたいな話にはなってた かもしれまませんけど、まあこの段階ではちょっと一コアで終わってるんですけどね、僕の知ってる段階ではですね。うん、だけど、ちょっとこう、あの多分僕も生きてきて、一番多分ゾッっとした話だったんですよね、その話っていうのは。だから、はいはい、<笑><笑>ちょっと、聞いたことないでしょ、そんなんで。例えばなんかあの昔の都市伝説みたいので、廃病院からなんか持って帰って電話がかかってきたとか。 ねえそんな話は聞くとそれどころの騒ぎじゃないですもんね持ってきたものだから多分それで部屋作ってたんで <laughs> 多分全部だと思うんですよねいやまあ普通に窃盗だし廃墟の門で部屋は <laughs> 部屋を構成したとてまあ衛生的にもっていうのもあるし、うん、あとその知ってるわけだからそれで そのノーリアクションななわけないしうんだから、一人で持ってきたのか、誰かに誰かと一緒に持ってきたかっていうの、全くわかる、僕らの周りはそういうの手伝ったやつももちろんいないしですね、うんだからどうやって持ってきたのかはちょっとわかんないけど、その僕,僕が知ってるだけでは、その革ジャンと、その椅子と、病院かなんかのその結構大きな椅子だったんですよ。あの 院長先生の部屋にあるような椅子とあとテーブルかなんかは、うん、は記憶にあったけど他もなんかこうあの新しいものとかこうあれのものじゃないなかったんですよね、うん、だからおそらく他もそうじゃないかなと思ってですね <laughs> ちょっとドッとしますよねなんかでもそ,その病院ってうん えー、もう今からどれぐらい年だから多分30何年前多分四40年近く前から入っ分その僕らが行った時ももう結構もうボロボロっていうだからなどこの病院かちょっと京都の多分北の方だと思うんですけどはい、はい、覚えてないんですよねその病院の名前とかもまあ確実に、まあ、えその方で車の免許持ってたんですか 車の免許は確か取りに行ってたか持ってたか、ちょっとその辺もちょっとあやふやなんですけど。うんまあ持ってたとしたって、それをまあ軽トラかなんかで運んだとしたってだ、とんでもない作業だし。うん、だから、その一つこう、もしかしたらと、そのの時も確か話してたんですけど、弟があの年越で、多分18超えてたんですよね。 バイト先に迎えに来てたっていうのをなんとなく記憶にあるんですよねだからもしかしたら弟が手伝ったのかなってちょっとはっきりはしないんです聞いたわけじゃないからやばいあれなんですけどやばすぎ <laughs> 聞いたことないんですそんな話でもちょでもあのー、そのまずその革ちャンでしたっけ はい、川ジャンってどういう状況だったんですか、あのね、なんか、あの、いや、そこの廃墟は、その廃墟もどこかちょっとあんまり覚えてないけど、それはね本当、廃墟で、うん、で、その部屋にこうハンガーにかかって、壁のなんかこう、フックみたいなものにこうポンって吊るしてあるような感じだったと思うんですよね。はいはい でそれをなんか一生懸命こう触って、これいいっすねって,考えて言ってたのが記憶にあるんですよ。うんでまあ、それで、じゃあこれ持って帰っていいっすかねって最初,のその連れ最初に連れて行った時にそんな話をしてて、お前、うんまあ、やめとけよ、それはついあのっていう話はしたんですよね、そんなのいいこと、うん、ろくなことねえからってこのそんなの持って帰ってもうて。うんうんうん で、その時僕の車にそいつ乗せてたんで、それを車に乗せること自体も嫌だったんで、まあ、そうですよね。<laughs> <laughs> まあでもなんか、そこからなんか様子おかしいっすよね。様子おかしかった、だけどあの、それでその帰った後の次の日に、なんか僕、はまっちゃいそうですっていうような話もしたんで、ちょっと怖っと思ったんですよね。 まあその「はまっちゃいそうです」っていう言葉がめちゃめちゃお宝があるじゃないですかここに行ったらいろんなもの手に入るからカッコ閉じはまっちゃいそうですっていうものなのかちょっとオカルトチックにもなんか考えられなくもなことになって,なってだら僕らとは全然多分違う目線だったのはそうだと思うんですよね。僕らはもうとにかくまあ一番あれな まあ、その時のこう集団っていうかあれで遊ぶことが楽しいで、うん、楽しいとかそ,そういうところでこう恐怖を共有したりとかですね、うん、そういうのが楽しいばかりだって、そこで騒いだりとかふざけたりとか、うん、まあまあ普通ですよね、それがまあまあまあ。だけど彼にとってはなんか全然違う目線だったんでしょうね。 <laughs> うーんなんでしょう、ね、ょ他でちょっとそのその前にも後にもそのそういうのを好んで持ってくるとかそれでこう部屋を構成するとかいうの聞いたことないんで、うん、そういうこう感覚とか、うん、だからちょっとやっぱりおか,やっぱおかしかったんでしょうねそのあれが。ままあまともな うーんそのだからそれもだからその同じ大学とかじゃなくてその,その子なんか専門学校かなんか確か行ってた子でだからそのコミュニティもなんか全然こう僕,僕とは違うところの子だったので、うん、だから本当にこうあのなんかこう他のことでこう仲良くなったとかじゃなくてほんとアルバイト先でたまたま一緒でで後輩で僕らが行ってるところについてきたっていうのもあのもしかしたら。 あれじゃなければこう友達にもなってないかったりとか出会ってないような子だったのでアルバイト以外ではですね、うん、だから全然その子のこう気持ちもわからないし、うん、どういうこうあのバックボーンっていうかですねどういうあれなのかも全く分からなかったので、うん、だからもう 会わなければ、もうどそこでもうシャットアウトするしかないからですね。その後こう、その子を構成させるとかこう、説得するとかいうような立場でもなかったからですね。<laughs> まあ、まあ、付き合いが深ければね、いや、そんなことやめろよって、うん、まあ、友達として認識してたらですね。いけるのかもしれまあ、こまあ、でも、今、部屋を構成してるじゃないですか。はい。まあ 別でやばい人がいるんですけどね。<え>今、はい <laughs> <あ>、はいびょう。廃病,病院行ってるじゃないですか。<laughs> はいはい。で、その廃病院に。残ってる。錠剤とか。うん、アン、<laughs> アン、アンプル。を。<laughs> <っ>とか注射器。<laughs> はい。そのき、器具ですよね。医療器具を。はいはい、その。<laughs> 使えそうなやつを。<laughs> はい、わあ集めて、はい、ネットで売ってた人いますからねこうそれはそれでまた怖い <laughs> でもなんかその動機がやっぱりそのお金でしょそうそう,そう,うはちょっと違いねちょっとやばいベクトルがちょっと違いますけど持って帰るっていうような人はいるっちゃいるんですけど、うん、またちょっと <と>だから多分おか、多分、ベクトルってお金だから、まだだからお金を稼ぐ方法をいとわないっていう人は結構いるからですね。うん、あれが多分、F 君の場合は多分、壁っていうか、本質ですもんね、その愛着するっていうのは、そういうあれに。 まあ何かに刺さったのかもしれないですけどね。<laughs> どまあちょっと<う>理解はし,しにくいですけどね,ね。多分だから癖というか、こうなんか愛好,愛好、愛好家というか、あ,<ー>あれですよね、多分まあ、廃墟僕好きですけどね。うん、だからまあ、それはだから分かるんですよ。<laughs> だから僕もだから廃墟とか愛好、ねあの。 いこう映画をこうあれしたものがこう、ね、朽ち果てていくっていう,こうあれはあるじゃないですか魅力っていうかそれはもう全然わかるんですけど、うん、かといってそれをこう自分の生活に取り入れたいとか、うん、こう持って帰ってなんかそれをこう例えば洋服だったら着て,み着て生活したいとか、うん、そういうのはまた別の話じゃないですか。<laughs> あの呪物とかともちょっと違うじゃないですか。うん、呪物って呪物っていうのをだから今ね結構あ,のあれしてブームになってきてるけど、うん、そういうのもなんとなくわかるんですよねまだ。うんうん、それをこうねあ,あれするっていうのは収集するっていうのは、うんうん、あのね有名なお二方とかおられるけど。うん そういうのはわかるけど、ちょっとそれともなんかちょっとこうエフ君の場合、僕が感じ取ったのはちょっと違うんですよね。まあそうでしょうね。うん。いや <laughs> 今はどうしてるんですかね。どうがどうしてるんですかね。<laughs> それからどうなったのかも気になるけど、まあまし、うん、まあちょっとこう。 うん、だからそれはもう、多分同じ大学とかだったらですね、<laughs> うん、こう辿ることできると思うんですけど、全く違うあれなんで、ちょっと辿ることももう多分難しいと思う、多分アルバイトで関係してた連中は多分付き合ってないでしょうから、その後、うん、まだね、<く>10年ぐらい前だったら分かるかもしれないですけどね、そ、うん、そううもう30年、40年近いから、まあいね、生存してるかどうかもですね、<laughs> ね<え>分かんないからですね。<あー> <laughs> はーはーなんか廃墟系だから、ちょっとこう、なんか見入られた的な感じかなと思って、なんかそっちの方もなんかちょっと考えたりはするけど、ちょっと目に映る分には、リアル怖い。<laughs> だから分多分、だから角度変えたりとか、追っかけたらまた全然違うものが見えてくるのかもしれないけど。 まね、僕が知ってる時点ではもう完全な人最強の人コアなんですよね僕の中で <laughs> すごい人もいるんだね。<laughs> 怖い怖い,いやありがとうございます,いす、ね、はいすみませんあれ、はい、もうちょっと頑張ってくださいはいどうも失礼します